極楽寺は、神奈川県鎌倉市極楽寺にある神言立州の寺院である。霊州山観王院極楽立寺と号する。本尊は、釈迦如来。会期は、法上十字。会山は、認証である。鎌倉市の西部、鎌倉七口の一つである極楽寺坂霧道市の近くにある、鎌倉では、珍しい神言立州の寺院である。総認証が、 実質的な階層である。中世には、新院49コインを有する大寺院であった。また、周辺の町名でもある。A64 年成立の極楽寺演技によれば、当時は、元深沢にあった念仏系の寺院を、証元元年、法上十字が、当時地獄谷と呼ばれていた現在地に移したもので、あるという。ここに、極楽寺が建てられたのは、現実には、 死骸が遺棄されたり、行き輪を失った者たちが集まったりする、地獄とも言うべき場所になっていたためとの指摘がある。北条十字は、北条義時の産卵で、北条安時の弟に当たる。十字は、六原短大として17年間にわたり京都の最高責任者を務めた後に、鎌倉に戻り、法事元年から、鎌倉幕府の連署として五大執権、北条時寄を補佐した。 高原元年には剃発して仏門に入り、官学と交している。校長元年に十字が没した後は、その子の北条長時並びに、北条成時が父の意志を継いで、極楽寺の画乱を整備したという。なお、新編相模国府土機構には、寺の元の所在地を藤沢としている。また、極楽寺由緒演覚書という別の演起には、永久年間、そう、 昇閣の創建とするなど、寺の起源には、諸説あって必ずしも明らかでない。十字は、極楽寺伝と称され、その系統は、極楽寺流と呼ばれた。師匠、東鏡には、校長元年4月、北条十字が時の将軍、宗方親王を、極楽寺新造三層に招き、笠掛けを行ったとの記事があり、この時点での極楽寺の存在と十字との関係が、 確認できる。十字は同じ校長元年の十一月に没し,した。極楽寺の実質的な階祖である認証が当時に入寺したのは文英4年のこととされている。極楽寺の声図を見ると、王子の境内には施薬院、療病院、薬等寮などの施設があり、医療、福祉施設としての役割も果たしていたことがわかる。あずによると、十字の三回期法要は、 校長三年極楽寺において、西山浄土宗の僧である僧官房同士として行われている。このことから、校長三年の時点では、極楽寺は浄土教系の寺院であり、任章の入寺によって、新言立宗に改修したとする説がある。しかしながら、寺に伝わる仏具に顕著七年の年期とともに、極楽立寺の文字が見えることから、任章の入寺以前に、 新言立秋寺院化していたと見る意見もある。極楽寺は、認証の入寺から10年も経たない、賢治元年に消失するが、認証自身によって再建された。最盛期の極楽寺には7動画欄に49コインのシーンが立ち並んでいたという、特時3年にも火災で消失。修復費を獲得のため、鎌倉幕府公認の下昭和四年頃元へ公益船が派遣され、 極楽寺の僧侶、窓か輪坊が同情している。現行3年には、五代醐天皇の臨時を得て、治療を安堵されるが、同年から翌年にかけて、鎌倉幕府滅亡に伴う戦乱に巻き込まれ、損害を受けた。その後も度重なる火災により消失と復興を繰り返す。寺は、永三32年にも火災で消失。英6年間に、 当時の住職生前が中高するが、元気2年にも火災にあっている。天正19年には、徳川家康より九館500分の修院地が与えられた。近世に入り、寛永10年に極楽寺を訪れた、拓安双方は、当時の寺の様子について、壁は落ち、屋根は破れ、胸際、たわんでいると描写しており、江戸時代初期には、後輩が進んでいたことがわかる。 その後、明暦2年には、当時の住職恵ぐみ性が再度中を起こした。天明5年には、極楽寺の段下と商名寺から、本山の最大寺に、五重決定願いという文書が提出されている。これは、本山に対して、極楽寺の次の住職を派遣してほしいと願うもので、あり、当時の極楽寺が無重であったことが伺われる。近代に入り、関東大震災では、 本堂が倒壊するなどの大きな被害にあった。現存の伽藍は、山門が文久三年の混流であるほか、近代の最高である。山門認証棟江ノ島電鉄国楽寺駅近くに、かやぶきの山門があり、桜並木の山道を進んだ先には、本堂、大志堂、天法林殿、茶屋などが建つ。本堂前には認証が薬作りに使ったとされる、石鉢と石臼がある。 本堂裏には、鎌倉市立稲村ヶ崎小学校があるが、同校の校地が、王子の極楽寺の中心仮覧のあった場所であると、されている。小学校の西側のグラウンドのさらに西には、極楽寺の奥の院があり、認証塔と呼ばれる大型の五輪塔をはじめ、多くの石塔が建つ。江戸期に作成された、極楽寺図によれば、最盛期には、現在の極楽寺や小学校の立つ谷一帯が、 極楽寺の境内であった。そして現在への伝が走っている極楽、寺川沿いの谷には、ハンセン病患者など病者、貧者救済の施設があったと思われる。他に、認証等の周囲には、遠距三3年目の五輪棟や、工場十字の母島と伝える、法教院棟などがある。同時増道極楽寺は、神奈川県鎌倉市の町名。現行行政地名は、 国楽寺1丁目から国楽寺4丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は248-0023。大技国楽寺は1969年2月1日に住居表示が施行され、稲村ヶ崎及び国楽寺1の4丁目となった。1969年4月20日に、大技国楽寺の一部が七里ヶ浜3丁目に編入された。 1985年8月5日に極楽寺4丁目の一部が鎌倉山へ編入された。1970年代に極楽寺駅付近がテレビドラマ俺たちの朝のロケ地となったため観光客が急増し極楽寺族と評された。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ABC 新編鎌倉市 1915P106 富士の豊か編神奈川のブラック市 P23 浄土宗慶図において昭空の門人で名古屋一族鎌倉極楽寺根本と中記された宗官と同一人物とされ日蓮の浄土区本のことに極楽寺典の語師と記されている。 おさむかもこの人物のことと考えられている。参照、中生都市鎌倉を歩く、松尾賢治、中高新書、1997、学研無く鎌倉仏像を巡り、P611927 年内務省国示第315号2008年3月28日文部科学省、国示第33号、史跡に地域を追加して、 名称を改める件、2008年7月28日文部科学省国示、第126号、史跡に地域を追加して指定する九1934年文部省国示第22号元は、極楽寺五輪席等、延長3年8月の国名ありとして1933年文部省国示第275号にて重要美術品等、認定物件として認定。 1953年10月2日文化財保護委員会告示第75号重要美術品等認定物件を重要文化財に指定にて重要美術品等認定物件の資格を消滅し重要文化財へ指定特別展図録鎌倉時代の彫刻東京国立博物館1975 ハット ABCDE 1968年4月25日文化財保護委員会国示第18号文化財を重要文化財に指定する件、極楽寺鎌倉神戸市2019年10月12日閲覧平成28年版鎌倉の統計鎌倉市2018年2月22日閲覧 AB 鎌倉の人口と世帯数 鎌倉市。2018年2月22日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年2月22日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年2月22日閲覧。鎌倉市の町名称及び住居表示の実施状況。鎌倉市。2018年2月22日閲覧。 1969年2月24日実証、国示第24号、住居表示が実施された件。1969年7月2日実証国示、第113号、住居表示を実施した件。1985年9月24日実証、国示第172号、住居表示が実施された件。鎌倉市の私立小学校通学区域。鎌倉市。 2017年7月6日閲覧鎌倉市の私立中学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧ありがとうございます。